ナポレオンはフランス海軍の90門蒸気スクリュー戦列艦。主力艦としては世界で初めて設計時から蒸気機関の搭載が予定されており、真の意味で初の蒸気戦列艦、初のスクリュー駆動戦列艦として知られている。ナポレオンは10年間のうちに一斉に建造されたナポレオン級戦列艦9隻の一番艦として1850年に浸水した。 同級戦列艦は、巧妙な造船技師であったアンリ・デュピーュ・ドロームによって、設計された。この船は、最初にジョアン・ビル港、フランソワ・ドルレアンに敬意を表して、プランス・ド・ジョアン・ビルと命名されたが、フランス第2共和世紀に、ルイ・フィリップの大意を祝って、革命歴2月24日と改名され、最終的に1850年5月、ナポレオンと名付けられた。フランドルレアンは、 回想録でこの出来事を私はこのことについて今でもおかしく思うと苦々しく書き残している。スクリューが試験的に軍艦に取り付けられるようになる以前の1840年代軍艦二乗機を利用する唯一の方法は外輪であった。しかし外輪は胴体側面に巨大な機械装置を必要とするため原則に大砲を並べる当時の軍艦との相性が悪かった。 デュピュイド・ロームは動力をすべてスクリューとする大胆なデザインの戦列感を考案し、その計画を練った。そして1847年、彼の計画からナポレオンは発注された。この開発と建造の成功によって、世界中の艦隊は蒸気船による再構築を迫られることとなった。二方向から見たナポレオン、完備が丸いのがわかる。 ナポレオンは1850年に浸水し、1852年に大焼け身を行って約14ノットの速力を達成した。クリミア戦争の最中、ナポレオンの活躍は多くの注目を集め、この船が代表する。ナポレオンは全長240フィート、全幅55フィート、排水量5000トンで砲パンは2層だった。 海軍の有力な造船技師であったサネとその同僚たちの傾向によって守られてきた良質な半送戦列艦は依然維持されたが、蒸気動力の出現と莫大な石炭供給によるこの新たな状況変化は徹底的に進行した。1844年から45年にかけて、タヒチやモロッコへのフランスの介入や、より強力な海軍を提唱する印刷物の出版によって、 英仏協商が崩れたことで海軍の喧嘩競争が起きた。イギリスは1840年代にはすでに少数の蒸気スクリュー推進の沿岸戦闘艇を持っていた。この船は応急的に浮き放題に 450HP の中型蒸気エンジンを乗せ5.8から8.9ノットの速力が出せる小型の戦闘艦としたものでブロックシップと呼ばれた。 19世紀の海上の様子。中央がナポレオンまたイギリス海軍は多くの蒸気推進スループを発注しており、1843年にラトラーは世界初のスクリュー駆動軍艦となった。さらに英仏両国は蒸気フリゲートの開発も進めた。フランスでは1845年にポモナが浸水し、1年遅れてイギリス側もアンフィオンを完成させた。 しかし、ナポレオンは浸水した初の主力蒸気軍艦だった。1847年にイギリスは蒸気スクリュー戦列艦、ジェームズ・ワットを設計したが、この計画は非常に遅れたためこの船が稼働し始めたのは1854年になってからだった。姉妹艦であるアガメムノンは1849年に建造が注文され、1853年1月に、 海軍席に配置された。他にも、搬送戦列艦であったサンス・パレールが建造中に、蒸気船に改造され、1851年の3月に浸水した。この船はアガメムノンより早い1852年11月には、稼働状態に置かれた。イギリスが保有する軍艦の蒸気船への更新に、あまり積極的でなかった理由は、作戦範囲が長距離、世界的規模に及び、 まだこの時代は、搬送が最も信頼のおける推進方式だったためである。最終的に木造蒸気軍艦による艦隊を発展させたのは、フランスとイギリスの両国のみであった。また、イギリスからの技術援助をもとに、この種の軍艦を建造をもしくは改造によって、少なくとも一隻以上を保有した国が数カ国あった。フランスは総計で十隻の木造蒸気戦列艦を、 新しく建造し、既存の28隻の搬送戦列艦を蒸気推進に改造した。一方のイギリスは18隻を新造し、41隻を改造により賄った。1852年、トゥーロンにおける観艦式でのナポレオンクリミア戦争中にカノン砲弾が直撃したナポレオンの木製側板ありがとうございます。